と大阪音楽大学に通っている牧野雅虎です。よろしくお願いします。誕生日は11月26日です。今19歳で、11月で20歳になります。一番好きな歌手、尊敬してる人は、ブルーノマーズさんで、外国のアーティストの方なんですけど、めちゃめちゃかっこよくて、なんか友達には歌い方真似してるとか言われます。歌が上手くなる方法は、好きなアーティストの歌い方を真似するとか、なんか独学やったらやっぱそういうところになってくるのかなと思います。音楽を始め出したのは本当に中学とかほんまに何もやってなくて、中学ずっとサッカー部やって、音楽全然興味なかったんですけど、高校に入って軽音楽部が強い高校に入って、で友達が軽音楽部入るって言って、その仲良かった友達が一人だけやったんですけど、高校で、で友達が軽音部入るって言ったから一緒に入ったけど、友達は1年で辞めましたね。ギターはその軽音楽部に入った時に、なんかちゃんとパートが決められとって、自分がボーカルやりますって言ったらほんまにボーカルだけをやっていくみたいな学校やったんですけど、そのギターの友達のギターを勝手に触って遊び出して面白いってなって、自分で買ってほんまに独学で一人やってたっていう感じですね。カラオケのお箱っていうほどうまくはないんですけど、清水翔太さんも大好きで、ド定番なんですけど、花束の代わりのメロディーをっていうのがめちゃめちゃ好きで、行ったら絶対歌います。なんかそのアンユとコノカはその大学の専攻が一緒で、でコノカとはそのレッスンが先生と1対2で生徒2で受けるんですけど、その2が僕とコノカ2人で一緒やって仲良くなって、まあ、アンユとは普通に授業で顔を合わせるようになって友達になって、でそれ以外はほんまに会ったこともないメンバーやって、で僕以外はまず全員ミュウちゃんが僕以外の全員を誘ったんですよ。で僕はその時もう入ってなくて、なんか一人、何もドラッグムーンの存在も何もなしで知らずにやったんですけど、その誰か一人呼ぼうってなった時に、そのアンユとコノカが僕のことを指定してくれて、僕がそのまま入ったっていう形になります。なんかブラックムーンの由来多分あるんですけど、僕その時にスタジオで練習してたんですよ、みんなで。で会計終わって、ちょっとこのスペース、話せるスペースでみんなで話してるときに、僕携帯の充電がなくなって、一人で端っこ行ってコンセントさしてこう充電してて、みんな話し合いしてて、その時にでみんな帰るでって言ったから、近寄ったらブラックムーンでいいやんなみたいになってて、だからもう由来がちょっと僕は知らないんで、他の人にそのいろいろ聞いてみてください。青と夏はやっぱ夏なんで、そのみんなが知ってる夏の定番曲で楽しめる曲をやりたいなってなって、青と夏になって、第6巻はそのやっぱ聴いてくれた人は分かると思うんですけど、浩平のビートボックスがめちゃめちゃかっこよくて、浩平が一番推してた曲っていう感じで、でやっぱアンユの声も合ってるからめっちゃかっこよくていいんちゃうってなって、
第6巻になりましたね。歌うとき以外、ナルシストだったら多分こんな喋り方じゃないですか。なんか、そう普段はそう、なんていうか、人見知りで郷土してる、郷土郷土なんか、おどおどしてる感じなんで、全然仲いい人たちに対してふざけるみたいな感じです。そうですね、これから個人でどんどんやっていきたいと思うので、ぜひ応援お願いします。路上ライブはあの、コノカとアンユがめっちゃやってて、過去にで、僕もやりたいっていう話をしてたんですけど、やっぱコロナで緊急事態宣言とか出て、関西も大変な状況なので、そのコロナが収まってからぜひやりたいなと思ってるので、その時はお願いします。ファンに一言。あの、まずいつも応援してくださってありがとうございます。あの、ハモネプから見てくれてる僕のことを知った方が多いと思うんですけど、ハモネプ以外でもこれからどんどん活躍していきたいと思っていますので、これからも応援お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。